ビベイク・オベロイは、インドのボリウッドで活動する俳優。ハイデラバード出身で、パンジャーブ人の父、スレーシュ・オベロイは、ボリウッドの性格俳優として知られており、母、ヤショー・ダラー・オベロイは、タミル人である。本名は、ビベイク・アナンド・オベロイであり、名前は、父と祖父が信奉していたビベイク・アナンダに由来している。俳優デビューする際、スクリーン上で、ヒロインとロマンティックに踊り、 歌う俳優が、ビベイカーナンダと同じ名前なのを避けるため、ビベイカーナンダへのリスペクトとして、ビベイク・オベロイと名乗るようにしたと語っている。ハイデラバード公立学校を卒業後に、アジュメールの名誉カレッジ、ムンバイのミティバーアイカレッジに進学する。ロンドンの俳優養成学校に通う中で、ニューヨーク大学の講師と出会い、講師に誘われて、ニューヨークに留学して、 映画演劇の学位を取得した。インドに帰国後は、脚本家としても活動していた。2010年10月29日に、カルナウタカ州政府大臣を務めたジーバラージ、アルバの娘、プリアンカ・アルバと結婚し、一男一女を設けた。ビベイク・オベロイとネーハー・シャルマー2002年にラーム・ゴー・パール・バルマのカンパニーで俳優デビューする。ビベクは、同作の演技を高く評価され、 フィルムフェア賞最優秀新人団優賞とフィルムフェア賞最優秀女演団優賞を受賞している。同年9月にロード12月にソティアに出演し、ソティアではフィルムフェア賞最優秀主演団優賞にノミネートされた。2003年にはダムに出演した。2004年にモスティ・ユーバに出演し、2005年にはスワーシュガイのキスナ。 ザウォーリアーポイットで主役を演じた。2006年にオセロを本案したオムカーに出演し、ケス役を演じた。同作での演技はグルザールから高く評価されている。2007年にラカンドワーラーの構想でマヤ・ドラス役を演じた。2008年にアプール・バラキアのミッション・イスタニュブルに出演している。ビベイク・オベロイとカイナーとアローラ、カリシマ・タンナ2009年に 9番に出演し、2010年には、プリンスで主役を演じた。プリンスは、工業的には、成功を収めたものの、評価はかんばしくなかった。同年10月に出演した、ロクタ・チェリトラでは、パリ・ターラ・アラ・ビンドラ役を演じている。2011年に、ウォッチ・インディアン・サーカスを制作し、第16回不山国際映画祭で上映され、観客賞を受賞した。同映画祭で、 インド映画が観客賞を受賞するのはウォッチ・インディアン・サーカスが初であり、ハリウッドリポーターやバラエティ師などの批評家からも絶賛されている。2012年にキス・マット・ラブ・パイ・サ・ディリーに出演するが、同作は工業的に失敗している。2013年にクリッシュに出演し、2014年にアメージング・スパイダーマン2のヒンディー5吹き替え版でエレクトロ役を演じた。 2017年にバンクコアでリテイシュデイシュムクリアチャクラボルティと共演した。2019年にルシフェルでマラヤーラム5映画デビューし、同作での演技は批評家から高い評価を得た。同年5月には PM ンレンドラ文字でナレンドラモディ役を演じている。ビベイクの経営する会社キャムはマハーラーシュトラ州ターネー県に所有する25のアパートを殉職した。 警察官の遺族に寄付した。また、ビベークはこれまでに300万ルピーを寄付し、事前活動を通して2500万ルピーの寄付を支援している。ありがとうございます。